皆さんこんにちは、ジーニアスロットの進藤です。本日ですね、7フィート6インチ4番のグラスロット、これがめでたく発売をすることになりました。気になる、詳細ですが、そこのところをちょっと、動画でお時間いただいて、購入ご検討されている皆様に、ここをこうしてますよ、パーツはこんなものを使ってますよというようなことをお伝えしようと思いますので、最後まで、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、まずですね、ブランド名はパンタと名付けました。これは7フィート6インチ4番ですので、パンタ764と言います。パンタは皆さんもご存知のパンタグラフ、あの電車のね、上につく三角形の、あのひし形のね、三角形でひし形のあれパンタグラフと言いますけども、もともとはその図面と同じものを書く製図機のことをパンタグラフというらしいんですけども、例えばうちの、バンブーロットあるいはグラファイトロット、全てにおいて、私が理想とするパラボリックアクションをずっと追求してきました。当然今回のグラスも同じコンセプトで作り上げてます。ですから、カーボンあるいはバンブーロットと振った感じのフィーリング、あるいはベンディングカーブ、そして使い先のコンセプトですね、そういったものもグラスだから別の分野ということではなくて、みんな一貫して、同じコンセプトで作ってますよということで、パンタという名前をつけました。一番の特徴はですね、グラス 100% で作ってないということなんですね。以前の動画でいろんなことをしてるんですよということ、後からまたそれはご報告しますよという話をしたと思うんですが、ですね、この3ピースですけども、各セクションのどこか、これはどこだということはちょっとこれも企業秘密なんで言えないんですけども、グラスの繊維を、マンドレルというものに巻くんですが、その時にですね、この一番強くあってほしい部分、あるいは逆に弱くなりがちな部分、そこにですね、ほんのわずか、カーボンシートをペロッと巻いてるんですね。全体にグラスと一緒に巻くんではなくて、そのごく一部のところに巻いてます。このカーボンを本当にペロッと巻くことで、グラスのいわゆる反発性が、そのカーボンを巻くことによって、なんて表現したらいいんだろう、援護してくれるというか、いわゆる限界値が高くなったというふうにも判断しています。で、トップセクションとバットセクションに、ある場所にある分だけカーボンを巻いています。でセカンドセクションはですね、これは硬すぎると、セカンドセクションの場合は硬すぎると良くないんですね。ですから、セカンドセクションの場合は、グラスのシートパターン、カッティングパターンですね、カッティングパターンでアクションを出しました。これがですね、見事に、うまくマッチしまして、理想的なアクションにたどり着いたということになるわけです。続いて、コスメのお話をさせてください。まずですね、今回このパンタ764、これが販売が2モデルあるんですね。
でその詳細はといいますとですね、一つはスタンダードモデル、もう一つはデラックスモデルになってます。でスタンダードモデルというのは、もう竿の性能優先、つまりもう釣りをする中で余計なものは一切つけてません。ですから例えばスレッドの飾り巻きがついてるとか、あるいはワインディングチェックやフックキーパーがついてるとかっていうのは、そういうことは一切抜きました。つまりもう本当に、釣りをするだけの性能だけを追っかけた仕様になってます。でなぜスタンダードを作ったかというとですね、なるべくお客様のご購入に対する金額的な負担を抑えたいということで、パーツを安価なパーツにして、で私の作業も余計なことを手間賃をなるべく省いてということを考えました。それがいわゆるスタンダードモデルです。でリールシートの金具なんかは、もうこれはうちが平素使ってるデザインと全く同じものなんですけども、これもですね、この機械で削ったままの状態です。余計な後からのそのアルマイト処理ですとかバフ剣処理ですとか、バフ剣というのはもう磨いてもビカビカに光らすんですけども、そういった手間を一切省きました。でワインディングチェックもつきません。フックキーパーもつきません。でガイド類はですね、すべてハードクロームといいまして、よくグラファイトなんかについてる一番流通量の多い安価なものにいたしました。それによって竿全体の販売価格を下げさせていただこうという魂胆です。続いてデラックスはですね、ブランクシャフトの性能は全く同じです。スタンダードに変わって、デラックスの方は、ちょっと豪華になるわけです。金具もですね、シルバー色からブラックのアルマイト加工されたものがつきます。ワインディングチェックも、うちが得意とする、ウェディングケーキ型、3段のペゾンタイプですね、ペゾンタイプがつきます。そしてフックキーパーで、ガイドラッピングも、ダークブラウン、ダークブラウンはみんな同じなんですけども、ダークブラウンに、これはラストの朱色のトリミングが、各ガイドにすべて、施しています。でガイドは、オールブラックです。これはうちのバンブーロッドと全く同じ、品質のものを使っています。でこれで、少しぐらい高くてもかっこいい豪華なものがいいよとおっしゃる方と、もう竿は道具だから性能さえ、変わんなかったら別にコスメは気にしないよ、それよりも少しでも安い方がいいんだという方、いろいろおられると思うので、そういう方のために2タイプをご用意させていただきました。価格等はですね、価格等それから、販売方法につきましては、この動画は弊社のオフィシャルブログにリンクしておきますので、ブログの方をご覧いただければと思います。最後にですね、購入を考えていただいてますお客様すべての方にですね、ちょっとお知らせしておかないといけないことが1点だけあるんですね。でそのちょっとお話をさせていただきます。すごく大事なところなので早送りしないで最後まで、聞いていただいてご確認いただきたいと思うんですけども、ブランクなんですがね、特にティップなんですが、これ先ほど
カーボンをちらっと巻いてるということを説明させていただきましたが、カーボンの部分とグラスの部分との、この熱による収縮率が違うんですね。で、収縮率が違うがためにどちらかがどちらかを引っ張り合うので、このブランクがね、本当にこうまっすぐにピーンとなったブランクっていうのがなかなかできないらしいんですよ。で、これ工場というかうちが世話になっているデザイナーさんと随分と話をして、何か改善方法はないのかって、聞いたんですけども、現実に、やはりないみたいなんですね。で、実際商品になると、少し、余分な分を作って、一番その曲がり等マシなものを納品するんだということは聞いてるんですけども、やはりどうしてもティップに反りが出てくるらしいんです。なので、もちろんね、カーボンでもグラスだけで作ってもカーボンだけで作っても反りのあるやつはもう出てくるんです。これはもう物理的にどうしようもないらしいんですけども、でそれでなるべく工場の方もですね、曲がりの少ないものっていうものを出荷していただくということになってるんですが、やっぱりどうしてもこう曲がってるみたいなんですね。で、この部分はもう正直にね、皆さん買っていただく皆さんに正直にお伝えしておかないと、届いたものをついでパッと見た時にえらい曲がってんじゃんみたいな話になると、ちょっとやっぱりダメなので、ここのところはもうはっきり正直に最初に皆さんにご了解いただいて、でそれでもお前んとこの竿が欲しいんだという方はどうぞご購入よろしくお願いしますということになるんです。作る方もね、なるべくその曲がり癖、スパインとの関係もあるんですけどね、あるんですけども、曲がった状態が分かりにくいような、状態で、作ることも努めてしていきますけども、やはり実際はブランクが曲がってるということ、これはもうしょうがないらしいですので、どうかその辺は皆さんご理解、していただければなと思います。その以外はですね、もう完璧です。本当に自信を持って、なんていうのかな、おすすめできる竿に仕上げました。キャスティングレンジそのものも、キャスティングループ全てにおいてですね、グラスでありながら、グラスのポテンシャルをはるかに超えた性能が出たんじゃないかなと自負しておりますので、どうかこの機会に、一つご購入ご検討皆さんよろしくお願いいたします。はい、ではですね、弊社のブログの方で、購入手続きができますので、そちらの方もご確認していただき、またご連絡あるいはご注文お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。